全国市民オンブズマン連絡会議は日本全国に81あるオンブズマン会議から成り立っている組織。国、地方公共団体等に関わる不正、不当な行為を監視、是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換、経験交流や共同研究等を行う。結成は1994年7月29日。国や地方自治体、企業などから 一切補助金、助成金を受け取らないという方針を掲げており、規制団体の圧力より完全に独立して活動を行っていると主張している。しかし公式ホームページには全国大会の運営補助金を除くと除外項目があり、一切受け取らないという主張とは矛盾が生じている。事務局は事務局長の新海佐都弁護士のもと、スタッフと ボランティアで構成されており、名古屋市中区内のマンションの一室にある。役員には弁護士や税理士が多いが、会員のほとんどは一般市民であるとしている。談合、入札制度改革分科会、公共事業分科会、包括外部監査調査班、議会改革分科会、警察問題分科会、情報公開度ランキング判定委員会など。 活動分野ごとの分科会に分かれてそれぞれ活動している。1995から96年に全国市民オンブズマン連絡会議が行った官官接待から出張追及では25都道府県で303億8722万円を返還させた1998年7月調査。また2004年以降に 全国市民オンブズマン連絡会議が行った警察裏金追求キャンペーンでは7道県警で12億2223万4259円を返還させた2007年12月21日現在2007年以降地方議会の政務調査費追求キャンペーンでは延べ34議会で790.571423円の 変換勧告を出させている0873現在。また、全国情報公開度ランキングを1997年2月から毎年1回発表している。全国市民オンブズマン連絡会議が主催、共催、協賛する大会やイベントには、左派の議会議員や政治活動家の出演が多く、会員である一般市民も実態は、プロ市民が少なくないとされる。 また、左派系議員の不祥事には、追及を行っていない事例も多々ある。団体としては左傾化が著しく、本来は、中立的な立場と公平性が求められる、オンブズマンの精神に反している、プロ市民や政治活動団体の隠れみのになり下がっているなどの、批判も根強い。そのため、あえて全国市民オンブズマン連絡会議に加盟しない、オンブズマンも中にはある。 ありがとうございます。